僕が怖くないの？怖えよ。じゃあ出るね。自分自身すごい挑戦的な作品だったので、どういう反応があるかっていうのもすごく楽しみです。お父さんの首をどうしても見つけたくて。それで俺の名前を使って品川ピエロと文通を始めたってわけか。死刑囚の人に子供のお願いでプロポーズしちゃうっていうのもなんかありえるなって、なんかぶっ飛んでるそういうところ好きだなって思いました。彼女の心はとても弱い。夏目さんに本気の愛をぶつけられました。どれが本当の姿なのか、彼女の本心なのか、そこがつかみどころのないキャラクターなんですけど。直に会って知りたかったんでしょう。こんな人殺しがなんで結婚できるんだろうって。はあ？言っときますけど恋人がいなかったわけじゃない。ちょっと深いところまでついてこられる、そのなんか表面上の会話を絶対しないというか。殺人鬼に取り込まれないようにパクパク行かれちゃいますよ。この人が一番もしかしたらすごいヤバいやつなんじゃないんだろうかって。初めてのプロポーズの相手が死刑囚、すごいインパクトですよね。この衝撃をぜひ映画館で体験してほしいです。ハラハラドキドキの死刑囚との心理戦、そして予想外の結末にあなたも狂わされるかもしれません。夏目新の結婚、ぜひ劇場でご覧ください。